昨年日本一に輝いた阪神タイガースが今季は苦しんでいます。ここまで苦戦しているのは7月13日現在セリーグワーストのチーム打率2割2分3厘という数字が物語っている通り、打撃陣の不調が原因です。チームの主軸である近本浩二、中野拓夢、大山雄介、佐藤輝明が軒並み調子が上がらず、今シーズンさらなる飛躍が期待された森下翔太も不振に陥り、現在2軍調整中と得点力不足は深刻です。そんな中、6月下旬に1軍デビューを果たした期待の若武者が存在感を放っています。その選手とは野口恭介外野手です。ここまで打席数は少ないながらもパワフルな打撃と対応力の高さを見せ、チームの起爆剤になりつつある育成出身の野口。今回はそんな野口について取り上げていきます。入団から支配下契約まで。野口恭介、23歳、創成館高校、九州産業大学、2022年育成ドラフト1位。野口は長打力と確実性を兼ね備えた強肩強打の外野手です。50メートル 6.0 秒の走力も魅力で、走攻守ともにスケールの大きさを見込まれて入団しました。野口は入団会見で、鈴木誠也選手を目標にしていきたいと、元広島の主砲で現在はシカゴカブスで活躍中の鈴木誠也の存在を口にし、これから始まるプロ野球人生への意気込みを語りました。育成選手として迎えた1年目の2023年シーズンは2軍で214打席に立ち、打率3割3厘、6本塁打、OPS785 の好成績を残し、支配下契約へ向けてアピールをします。オフの秋季キャンプでは、現在1軍で主にレフトを守る前川右京らとともに強化指定選手として名を連ね、首脳陣にアピールを続けると、秋季キャンプ中の打撃が岡田監督の目に留まり、11月14日に支配下選手契約を交わしました。打撃練習を見た岡田監督は、野口のリストの使い方を高く評価し、自身がその目で見てすぐに支配下登録に挙げることを決めたと明かしました。支配下契約を勝ち取った野口は、選手の先輩たちもトレーナーさんも監督コーチにも感謝の気持ちでいっぱいです。とりあえず一軍キャンプに呼ばれて、オープン戦に出て一軍の舞台で早くプレーしたいと、来シーズンの活躍を誓いました。迎えた2024年シーズン、野口はキャンプからアピールを続けるも、オープン戦で思うような結果を残せず、開幕2軍スタートとなります。しかし2軍では207打席に立ち、打率3割8厘、1本塁打、OPS783 と安定した成績を残します。その中でも三振率9分2厘という驚異的な数字が示す通り、追い込まれてからの対応力にも磨きがかかっていました。そしてシーズンも中盤戦に差し掛かってもなお、一軍の得点力不足が解消されない状況で、ついに野口にチャンスが巡ってきたのです。この選手はタイムリー欠乏症打線を救えるか。野口は6月28日、不調のシェルドン・ノイジーと入れ替わる形で、自身初の一軍昇格を果たします。6月29日のヤクルト戦、5点ビハインドの5回表2アウトランナーなしの場面で、代打としてプロ初打席を迎えます。その打席はデッドボールとなり、そのデッドボールを足がかりにチームは1点を返し、野口はプロ初得点をマークします。そのままライトの守備につき、同じく5点ビハインドで迎えた9回表、先頭打者として第3打席を迎えた野口は、この回から登板したリリーバー清水昇の初球の直球を完璧に捉えます。結果はサードライナーでしたが、初対戦の投手の直球にいきなりコンタクトできる対応力、威圧感のあるフルスイング、火の出るような打球、野口の魅力が凝縮した打席に見えました。その後も代打での出場が続き、7月7日の DeNA 戦、0対4と4点ビハインドの5回裏に代打で出場した野口は、プロ初安打を記録します。相手先発は速球派左腕のアンソニー・K。この日の K は速球、スライダー系のキレが抜群でした。
4回終了時までに出た安打はすべて左打者が放ったもので、右打者は K の150キロ超えの直球と膝下に食い込んでくるスライダーに苦しめられていました。そんな中で代打で出場した野口は、 K がワンボールから投じた153キロ直球を一発で仕留め、ライト前ヒットとしました。相手選手の失策も重なり、三塁まで進んだ野口は、さらに近本のタイムリーで2点目のホームを踏みました。スタメン野手がなかなか直球を仕留めきれない中、ファーストスイングで直球を捉える技術の高さを見せた野口は、次の回からライトの守備につき、2打席目以降に備えます。2打席目の場面は、2対4と2点ビハインドの6回裏、ワンアウト満塁。投手は先発の K から京山雅也にスイッチしたタイミングでした。ここでも野口はワンボールからの151キロ直球を一発で仕留めると、結果はセンターフェンス手前まで飛ばす犠牲フライとなり、プロ初打点を記録しました。チームはこの犠牲フライで1点差に詰め寄ります。結果的にこの試合逆転サヨナラ勝ちを収め、野口はプロ初のヒーローインタビューを経験しました。続く7月9日、ヤクルト戦で代打出場した野口は、またしてもチームの勝利に貢献します。場面は0対1と1点ビハインドで迎えた9回裏、ワンアウトランナーなし。相手投手は左腕クローザーの田口和人。ヤクルトバッテリーからすると、長打だけは絶対に避けたい場面。前の試合で直球を捉えていた野口に対して直球で攻めることはせず、ボールゾーンの変化球を振らせる配球をしていました。しかし野口はその誘いに乗ることなく、冷静にボールを見極め、打者有利のカウントを自ら作り、最終的にはフルカウントからの変化球を見逃しフォアボールを選びました。この打席では技術だけでなく、試合状況、自分が相手からどう見られているかを全て把握していたようにも見え、思い切りの良さだけでなく冷静さも兼ね備えていた非常に内容の濃い打席でした。このフォアボールを足がかりに、チームは2試合連続の逆転サヨナラ勝ちを収めました。翌10日のヤクルト戦、野口はここまでの活躍が認められ、6番ライトとしてプロ初スタメンを果たします。1打席目は相手先発奥川康信のスライダーに全くタイミングが合わず、空振り三振に倒れてしまいますが、2打席目にしっかりと対応します。0対1と1点ビハインド、2アウト2塁で迎えた4回裏の第2打席でも簡単に追い込まれますが、そこから粘ります。1打席目で打ち取られたスライダーをなんとかファールで逃げ、ボール球のスライダーは見極め、2ボール2ストライクからの148キロ内角直球を詰まりながらもセンター前に落とし、これが同点タイムリーヒットとなります。前回仕留められた球種を意識しながら、誘いに乗ることなく平行カウントを作り、自分が得意な直球を投げさせて、その球を一発で仕留めたという素晴らしい打席でした。ワンアウト1、3塁で迎えた6回裏の第3打席でも、内野ゴロの間に打点を挙げるなど、3打数1安打2打点という活躍で、早くも2度目ヒーローインタビューに呼ばれました。ここ数試合、劣勢の場面での野口の活躍がチームの逆転勝利を生んでいます。さらに野口の打席での内容も非常によく、打席数を重ねるごとに対応力も上がってきているように見えます。今後にかかる期待、守備面でも外野陣の弱点を埋める。阪神の主軸は現状、直球を捉えられる打者が少なく、速球派の投手が出てくると途端に打線が沈黙してしまう傾向があります。そんな中、直球を一発で仕留められる野口が加わることで、打線に少し厚みができると考えます。守備面で見ても、阪神はセンターの近本と現状レフトを主に守る前側の肩の弱さを明らかに他球団に狙われており、余分に次の塁に進まれるケースが今シーズン目立ちます。広い甲子園球場を本拠地とし、守りの野球を掲げるチームの外野手2人が肩に不安を抱えているのは少々問題ですが、強肩の野口が外野手として台頭することで、将来的に前側を一塁手にコンバートするなどのオプションも増えるので、球団の将来を考えても、このまま立ち位置を確保してほしい選手でしょう。
野口自身、ここまで1軍での成績は15打席に立ち、打率1割6分7厘、OPS433、0本塁打と決していい成績とは言えません。しかし、数字以上に打席での内容は良く、将来性にあふれています。今後の課題は変化球、特に右投手のスライダー系のボールだと考えます。実際、オープン戦では変化球に全く対応できていませんでした。しかし、先日の打席ではスライダーで仕留められた次の打席で修正、対応していました。これはオープン戦での失敗を糧に、北川二軍打撃コーチとともにタイミングを見直したことが功を奏しているのかもしれません。一軍の投手のキレに慣れさえすれば、きっと成績も上がってくるはずです。あとは岡田監督が少々結果が出なくても野口を我慢強く起用し続けられるかどうかにかかっています。今後の野口の覚醒と阪神打線の復活に期待しましょう。野口恭介についてご意見ご感想がありましたらコメント欄に書き込んでくださいね。野口を応援するという方は高評価ボタンを押しておいてくださいね。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次回も興味深い動画をお送りしますので、チャンネル登録をしてお待ちくださいね。